16対9の資格の中に生きる永遠のマイノリティ中西です。はいはい、ナノブロック組み立てます。日本家屋内容1、優しいね。これナノイドついてますね。ナノイドついてますね。あーそっか、にお庭のね、植えてある木、お庭がここにありましてね、植えてある木、四季を選べるんですね。春、夏、秋、冬、春でいきます、はい、ね、桃色でね、これ桜なんですかね、いいじゃないですか。桃色でいきます、はい、春でいきます。春が一番ね、いいと思います。組み立ててまいります。はいはい、これすごい影、すごいな。組み立てます。はいはい、日本家屋参りましょう。これ左右を分けてるのはなんとなくです。だいたい細かいのと大きいのと、まあまあなんとなくですね、なんとなく分かりやすくなるように5分で終わるでしょ、多分ね。この緑は何なんですかね。新築だから、新築だから青いんですかね、畳がね。なんですか、壺。あ、これ襖か。ここ襖の、ここ、ここ。もういいのか。こんな感じ、こんな感じですよ。あれ珍しい、ココア飲みたくなってきた。これは珍しいぞ。なんでココア飲みたく、怖いわ、なんか。珍しい。なんか怖いな。なんでココアなんだろう。できます。上に春夏秋冬を選べってやつですね。はい、これで屋根 OK。はい、屋根 OK。で、屋根かぶせて、花選んで、ナノイドを乗せて、ナノイドいきましょう、ナノイド。これサンタですね、サンタ。で、こっちがキミコ。キミコとサンタ。よし。あとは花。あ、緑は夏か。これ夏なんだ。これ夏だった。はい。完成。完成です。はい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 。うん、日本家屋できまして。春です。はい。あ、屋根があるので中は暗いな。サンタとキミコ縁側でね、桜見てんのか日向ぼっこしてんのかね。新婚、新婚、新居ですねこれね。畳がまだ青いですからね。これ畳青いっすよ。ほら畳青い。二人の愛の巣だ。こうお庭にお池があるんですね。すごいですね。石灯籠とかね。割とお金持ちなんすかね。どうなんですかね。桜なんてね、家になかなかないですよね。まあ平屋ではございまして、多少こじんまりとしてはおりますが、あ、これ飛び石のそのなんですか、詳しくは知りませんがね、もう本当日本庭園ですよね。こキッチンどこですかね。これ玄関でしょ。ここ玄関ですよね。キッチンないな。もう全部外食かな。リッチですね。もうキミコはか、あの、家事はしない、料理はしないっていうね、主義なんでしょうね。シンプルですね、ここ。今どこだ。今こっちか、ここでしょうね。これ寝室こっち。なるほど。はい。よいしょ。ってな感じで、はい、日本家屋でした。まあまあね、可愛らしいじゃないですか。でもシンプルすぎるな。1LDK 結構ね、割とね、キッチンとかね、あれしててね、これ、割と凝ってたんですけど、これだってほら、結構凝ってますよ。リビング、テレビとかあってね。こっち、畳
の部屋、あ、お、壺っぽいものがあるわ。それぐらいっすよ。それ以外、これ襖。あとは、だって、サンタとキミコ。こっちは庭が凝ってんのか。庭にお金かけましたっていうね、二人ですね、こっちはね。あれ？まじゃまじゃじゃ、まじゃ。